ケルシー・マリー・ロビンソンは、アメリカ合衆国のバレーボール選手。ポジションは、ビング・スパイカー。アメリカ合衆国代表。ケルシー・ロビンソンのバレーボールのキャリアは、ストリート・フランシス高校で開始した。テネシー大学に進学し、NCWA 女子バレーボール選手権で活躍。2014年、アメリカ代表に初選出されると、モントルー・バレーマスターズで代表デビューした。 同年10月の世界選手権で金メダルを獲得した。2014から15シーズン中国リーグの北京自動車でプレーした。2015年オマハで開催された FIVB ワールドグランプリで金メダルを獲得し、自身もベストアウトサイドヒッター賞を受賞した。同年8から9月のワールドカップで銅メダルを獲得した。2016年8月に行われた リオデジャネイロオリンピックで銅メダルを獲得した。2021年7月20日、トヨタ車体クインシーズ公式サイトにて入団が発表された。こんにちは、ケルシー・ロビンソンです。今シーズン、トヨタ車体クインシーズのメンバーになることができ、とても興奮しております。これまでの私の経験とハードワークで、私たちは多くの勝利を勝ち取ることができると信じています。 日本で多くの時間を過ごしたことで、私は日本をとても愛しています。日本でのプレーが待ち遠しいです。Go! クイーンシーズ。ケルシー・ロビンソン、トヨタ車体クインシーズ新外国人選手加入のお知らせより、ありがとうございます。